貴族が登場し、10月には東海道新幹線が開業し、オリンピック東京大会が華々しく開催された昭和39年、村田秀夫さん、皆の衆。皆の衆、皆の衆、嬉しかったら腹から笑い、悲しかったら泣けばよい。無理はよそで体に悪い、しゃれたつもりの泣き笑い。どうせこの世はそんなこと、そうじゃないかえ、みんなの心。